福島県浪江町では脱炭素社会への切り札とされる水素を作り出し、町の至るところで活用しています。東京都では近々、浪江の水素を使ったバスが走ります。水素で発電して走る燃料電池バス。東京へ水素を送る浪江町の子どもたちが書いた未来の町、水素タウンがラッピングされています。しかし、 浪江はまだ復興の途上にあります町の面積の大半は現在も帰還困難区域になっていてそのエリアには原則として立ち入ることができません浪江町は福島第一原発の事故直後全町民が避難を余儀なくされ現在も人口は事故前のわずか十分の一程度です 町を大きく変えたのは、世界有数の規模を誇る水素製造施設です。国の研究機関である、ねどなどが運営しています。えっと、こちらの建屋の中に、あの、大型の水素製造装置が入っています。左手、え、前方にあります、八本の。これ、ガスホルダーと言っている大型の水素タンクに、一度貯蔵されます。 7万枚のソーラーパネルから作られた電力を使って水道水を水素と酸素に分解水素を貯蔵し需要に応じて地元のさまざまな施設で利用しています今後は供給先を東京に広げることで水素について広く知ってもらうきっかけになるといいます 新しい時代のエネルギーとして新しい形で福島と東京がもしくは他の地域がですねまあつながっていくその象徴という形も言えるのかなと思っています。町には水素で発電する燃料電池が至る所に設置されているほか、80台の燃料電池車が走っています。町民にとって水素は身近な存在です。 環境対策を含めて浪江町がねあの前に立ってやっているってことはやっぱり素晴らしいことで思いますし、日本が技術で世界をリードする水素エネルギー浪江町の挑戦に世界が注目しています。水素を活用したゼロカーボンシティというようなことも掲げています。まあ半世紀先のですね、えー、この地域やこの町を想像しながら。 新たな挑戦をしている、水素活用をですねしていくような試みがどんどん増えていくんではないかと思っています。